長がいるぜ、団長が縁にぴったりとね、くっつけるフィギュアシリーズ。第1弾前開封したんだけどさ、第2弾出て、新たな冒険、修行、暗躍。旅団からは団長でしょ。いやー、団長、こう、激アツ。団長来たら本当に嬉しい。ウモウもいればな。ウモギはいねえんだよな。あとシャル、なんかね、シャルとフェイタン。フェイタンも嬉しいよな。フェイタンな。あとパクとウモウもいればもう、ま、でも3段で来るんじゃねえかな。おそらく。で、アイランド、グリードアイランドですのね、ビスケ、この修行の際、1とか2とかいう、このね、番号のやつと、あとヨーヨー持ってるね。こう、片50キロ、もう1個50キロ。ある特注のね、兄貴特注の。で、ブックしてるゴン。あとね、ちょっと見にくいんだけど、聖騎士の首飾りも多分つけてるんだよね。いやー、今回の6種は熱い全6種になっておりますよ。まずグリードアイランド編のビスケとゴンとキルは。で、両弾。これヨークシーの時だね。口に飾れるハンターハンターのフィギュア第2弾。透明キューブは商品ではありませんと。これなんかキューブもなんかあったらね、サイコロみたいなやつ、こう乗せてね、飾ったりもできるんだけど、これキューブもなんか入れといてほしいな。でもキューブは入っておりませんので、注意ということで早速、封印を解いて、行きましょうか。おぉ、めっちゃき、まあ、でもね、ここに書いてある通りさ、全部ね、ちゃんと揃うから、このシールが付いてる箱は、大人買いで、全種類のアイテムが揃いますということね。パカリス仕事開けまして、おぉ、まあ、1,2,3,4,5,6 だと思うから、1番から順番に開けていこうかな。ラインナップは今見た通り全部で6種類。ゴン、キルア、ビスケに、クロリン、フェイタンに、シャルナーク。で、これ1番だと思うから、ナンバーワンのゴンが出るはずなんだけど、間違ってたらどうしよう。まあでも、全部入ってるから。順番はいいよね。入ってるよね。大丈夫だよね。あ、待って、通る、ちょっと待って。緊張してきた。久しぶりのこの、2弾だからな。このシリーズ、第2弾。結構1弾からさ、まあ相手はね。いや、取れねえんだけど。どういうこと？あ、取れた、取れた。で、どうだ？ゴンかな？あ、ゴンだね。ゴンフリックス。ゴンフリックスとギャームが入っていない。これ、食玩じゃないんだよね。食玩に見えて、またリーメイト商品でさ、全部食玩かと思いきや、食玩入ってない時あるよね。食玩の時と食玩じゃない時が、ポケモンのさ、前のテラリウムのやつとかもさ、入ってるやつと入ってないやつあったよね、ギャームね。あれ違うな、ポケモンテラリウムだったっけな。な、ポケモンのね、あれなんだったっけな。なんかのやつね、ついてる時とついてない時あったんだよね。ガム。ガムついてる、あ、テラリウムか、やっぱテラリウムだと思う。テラリウムでガムがね、ついてる時とついてない時あって、そっち、あれテラリウムだったかな。でもポケモンのやつなら間違いないんだけど、おー、で、これが貼って剥がせるシールだね。この貼って剥がせるシールも重要だから、グリードアイランド編はやっぱさ、ゲンスルーとの戦いもさ、ボーマー。いや、ゲンスルーかっこよかったよな、リトルフラワー。能力めちゃめちゃ、いや、めちゃめちゃあの戦いも好きなんだけどさ、やっぱ修行のさ、シーンが一番面白くない？ビスケとのさ、どんどん強くなっていくさ、二人。あそこ面白いよな、やっぱ修行のところが、お、で、縁にぴったりとこう、セッティング。おー、素晴らしいね、クオリティが。で、ここにさっき見たこのね、貼って剥がせるシールをつけるんだよね。一応ね、段に、段差に置かなくても地面に直で置けるんだよね、こうやって。ちょっと傾いちゃうけど。いい感じだね。いい感じ、いい感じ。フィギュアがさ、クオリティ高いからさ、全然チャッチくないからね。フィギュアのクオリティがいいから、マジこの、別に、下に、縁にぴったりとかどうでもよくなってくるよね。このゴン、このゴンゲットできるだけですげえ嬉しいわ。いやー、クオリティが高いのが、マジで、最高。ゴン、カード使ってるのもいいよね。ブック出してね。グリードアイランド編をすごく思い出すわ。めちゃめちゃいい感じ。首飾りもつけてるしね。聖騎士の。で、次がキルアか。キルアヨーヨー持ってるね。兄貴特注の合金。1個50キロだからな。1個50キロ。いや、絶対無理だろ。1個50だろ。50キロ。ポケットに入れた瞬間破れて、出てくるだろ。50キロだからな。1個50キロの重さ。で、これキルア。マジ、あ、やっぱ1番、2番だね。キルア。ヨーヨー持ってる。おー、すげえ、キルだ、キルだ。完全にキルだね。アニメから飛び出してきてるね。ゴンもそっくりだったけど、キルも。おー、おー、リアルだ。ちゃんと手怪我してる、このね。レイザーとのバトルで手やられちゃうんだよね。ゴンのさ、弾押さえて、こわっ！で、じゃんけんグーでね。
あれひそかかっこよかったよな最後な。あれもひそかいいとこ持ってってるよ、あの一番いいとこ持ってってるひそかね。めちゃめちゃかっこよかったよひそかね。これキルいやキルはいいわ。グレードアイランド編のキルはちゃんと細かいところも再現されてるね。手の毛を包帯巻いてるところとかで、キルはもうあのこの岩場っていうのかな、このセッティングするやつがあるから、こうシール貼るとこもちゃんとあってね。でここにセッティングすればキルは完成。おー素晴らしいね。これでキルアとゴンが、もう髪の毛ですごいなこれ造形。キルアとゴンが揃いました。で次はビスケだ。やっぱグリードアイランド編にはもう欠かせないからね、ビスケはね。ついに来たかビスケが。いやこれ楽しいな。ビスケ超かっけえからね、本当のさ、あのゴツさやべえよな。あれなんで隠してるのか意味がわかんねえよな。もう俺だとずっとあの姿でいるのに。ビスケ本当はこう、あのいつもねこんなに可愛らしい女の子の姿してるのにね、あいつビビってよな。あんな食らったら死ぬだろ。でもそれでも耐えてたからやっぱ強い。もうビスケも言ってたもんね、強いってね。普通だったら死んでるよな、あんな頭砕かれたな、あんなごつい男のパンチ。おお来たビスケ。でこれ面白いのがさ、ちゃんと修行のさ、あの番号の、うわビスケも本人だわ。ビスケもすげえ。このビスケのフィギュアゲットできるだけでもレア中のレアだよね、このシリーズすごいわ。こんなクオリティ高いビスケのフィギュアそうそうないと思う。このおおリーメントシリーズのすげえビスケだわ。もうどっからどう見てもビスケ、素晴らしいクオリティだ。そしてこれですよ、重要なのがこれあるのが面白いよね。修行の番号絶対即言わなきゃいけない、行をね、行を鍛えるためのね、常にあの行を怠るなと、で番号を表すかこう見ろということでね。忘れちゃいそうだよね普通に。本当にああいう修行してたらさ、行とかこれどうやってつけるんだろう。待ってこれどうやってつけるんだこれ、ちょっと待ってね。あ型があるのか、そこに合わせるんだ。でバッチ合ってっかな。1、すげえオーラがクリアパーツで再現されている。オーラがクリアパーツで再現されてる、すごいいいね。オーラがクリアパーツで再現されてるよ。1、素晴らしい素晴らしい。であのビスケもね、この岩場があるので設定、岩場全部同じや、全部共通だと思う。全く造形とかも同じだと思うし、あ違うのかな微妙に。でこれをつけまして完成と。ビスケね、うわーすげえいいね。ゴン、キルア、ビスケ、この3人だけでもゲットする価値あんね。めちゃめちゃクオリティ高いわ、すごっ。この1がいいわ、ほんとオーラをエフェクトパーツで再現してくれてる、こういう細かいところがいいよね。すごい細かいわ、キラーの手の包帯もちゃんと再現されてたし、めっちゃ細かい。そしてこっからが両段だからね、両段ついに来たか。でポケモンのやつだと、あとね 1,2,3,4,5,6 っていくはずなんだけど、ちょ思い出したわ、ポケモン以外は確かね 1,2,3,4,5,6 だったはずだから。いやでもお前これで外したんだよな。いやでも多分合ってた、これ団長だと思うな。団長待ってたぜ団長、来たー、マジ嬉しいわ。黒のゲット降臨で団長めっちゃ嬉しくね、このシリーズでもう団長来るなんてな、かなり嬉しいわ。ありがとうございます。それでは団長チラリズム、チラ待って団長だよね。おっしゃ、やっぱそうだやっぱりな、人をかっけー、うわー団長だぜ。え待ってかっこよすぎない団長、クロロやば、クロロルシルフルめっちゃかっこいいぞ。うおー、どっからどう見ても団長だわ、飛び出してきたね。ちょっとあのデフォられてるけどさ、デフォルメディフォルメされてるんだけれども、それでも団長は団長だもんね。うわ造形すげえ、素晴らしいクオリティだ。いや、ウボウさん、次回来るかな、ウボウさん。このクオリティのウボウさん、あの、ウボウさんのフィギュア欲しい。フィギュア。ウボウさんのフィギュアが欲しいだけなんだけど、フィギュアゲットしてな、ウボウさんのこのクオリティで。で、セッティングと。素晴らしい。ヨークシンのアジトを再現してるよね、これ。きっとね、ほら。ヨークシンのさ、団長しかも見ての通りでけえから超重たいんだよね。団長。運ばった感じすげえ重かったもん。で、次がここね、ここの。おー
絶対シャル。あの上から取ろうが下から取ろうが絶対ここの真ん中はシャルだから。シャルなわけね。ゲット降臨伝という。旅団全員ゲットできるのかなこれ。旅団全員出してくれんのかな。できれば全員旅団出してほしいんだけど。フェイトンド。あ、そうだそうだ、あ、ま、待って待って。番号的に、ごめん、シャルダック最後だもんね。これ、焦った、間違った。フェイタン、シャルだもんね。間違った。あの、シャルダック、フェイタンだと思ったけど、シャルが最後だから、いいんだ。あぶね、間違ったと思ったわ。これで、フェイタンと、団長が出てきたので、あとはシャル。残りの箱は一番多く、右上は、シャルダックということで。フェイタン、絶対こういうなんかさ、食玩シリーズで来て、あ、これ食玩じゃないけど、来るよね、こういう。リーベント、もうかっこいいな、フェイタン。めちゃめちゃ人気キャラだもんな。すげえ。やっぱヒエみたいでかっこいいよね。フェイタンとヒエってなんか被るんだよな。まあ、全然あのキャラ的にはね、違うんだけど話し方とかも。いや、かっこいいな、マジフェイタン。やべ、やばくねこれ。このフェイタンのフィギュアゲットできるだけで嬉しいよね。すげえ。マジフェイタン、どっからどう見てもフェイタン。すげえ。たまにこういうの全然似てないやつあんだよね。うわ、似てな、みたいな。でも、このシリーズ似てるよ。まあ、さすがリーメントだね。リーメント商品だわ。もう、フェイタンだもん、ほら。すげえ。これはかっこいいわ、フェイタン。やべ、フェイタンもう一個欲しいな。フェイタンめっちゃ気に入った。で、次、最後、一番右奥ね。この右奥で、シャルナークをゲットして、全種類コンプリートと。やっぱあのワンボックスで揃うからいいよね。リーベント商品はね。まあ、揃わないやつをドキドキしながら開けて、ね、あの揃うか揃わないかっていうのも楽しいんだけど、こういう揃うやつは安心して開けられるので大丈夫だよね。シャルだよね。間違って入って、あ、シャルダークですね。オッケー、これで全種コンプ。携帯の、あれだね、携帯ってあのリモコンいじってんだね。操作のね。アンテナさして誰か操作してんのかな。こう。すげえ。シャルダークも本人だわ。ほら。めっちゃ似てるってか、本人だよね、マジで。ディフォルメされてるとはいえ、シャルダークだもんな。素晴らしい。あ、普通にメール読んでんのかな、これ。普通にメール読んでんのかもね。シャルダーク。よしよし。で、全種類コンプリート。ありがとうございます。オッケー。第1弾もコンプできたし、第2弾もコンプできたから、このシリーズは今のところね、完璧にコンプリートできてる。よっしゃー、できたー。で、シャルも置いて、クオリティガチ高すぎねえ、これ。やばっ！これもうフィギュアゲットできるだけで嬉しいね。ピタッとなんか、縁にくっつくとかどうでもいいわ、これ。このフィギュアゴンとかね、切るわ、ビスケ。超クオリティ高くない？いや、これ嬉しい。あと、ほんとビスケのこの1がマジでいいね。オーラを、エフェクトパーツで再現してくれる。何回も言うけど、ここすごい嬉しかったね、クロロな。いや、団長コレクションがまた増えたな、で、フェイタンに、シャルと、いうことで。旅団からは今回この3人来たんだけど、パクノダとウボギも次回来るんじゃないかな。すげえと、あと、アリも欲しいね。いや、どうしよっかな。でもやっぱ、モントデューピー一番好きだから、いや、ピトーも好きなんだよね。ピトーまでも、モントデューピー来るんだったら、ネベルピトーも来るだろうな。絶対な。ユピー来て、ピトー来ねえことねえから、むしろピトーだけ来て他来ないんじゃないかっていう可能性もあるからね。いや、やべえな。でもユピー欲しいな。俺ユピーめっちゃ好きだから。ありへんではユピーを狙っているということで、ユピー来てほしいね。次回来るんだったら。いや、すごいクオリティ高かったわ、今回のも。特に団長がね、めっちゃでかくて、超気に入った団長、見てこのクオリティ。団長の。すげえ、サイズもあるからいいよね、このシリーズね。サイズ、でかいんだよなぁ。ただね、今回は、新たな冒険修行暗躍編のね、ハンターハンター、このピタッとね、これなんつったっけ、商品名。ピタッとくっつくシリーズっていうのかな。商品名がね、よく、縁に飾れるハンターハンターのフィギュアシリーズでいいのかな。第2弾の開封レビュー動画でしょ。商品名これ、ちゃんとしたのないのかな。新たな冒険修行暗躍。ちょっと待ってね。書いてあった、ここに。ぴっとりって書いてる。ぴったりじゃなくて、ぴっとりコレクション2って書いてるね。ぴったりコレクションって言うんだ、これ。いや、なんか、改めて今気づいた。ぴったりコレクション2で、第1弾をゲットしてたのに。いや、これすごいおすすめの商品だから、みんなもぜひ、ゲットしてみて。特に、ビスケとか良かったよ、ビスケ。あと、やっぱ団長だね。団長ファンはね、絶対にこれ、この団長ゲットするしかないよ。団長、最高にかっこよかった。
あとゴンもね、いいね。あのグリードアイランド編を、なんだろう、超フルセットみたいな感じの首飾り、聖騎士の首飾りもつけてるし、ブック、カードも出してるしね。いやすごい良かったな。次回の第3弾も楽しみだな。第3弾もね、発売されたらみんなで見ようと思うので、また第3弾の開封レビュー動画でお会いしましょう。最後は全員集合バイバイである。あ、やべえ、シャルが倒れた。シャルだけごめん。